選手の活躍を期待するサポーターたちの声援がスタジアムを覆い尽くしています。この時間は鹿島対浦和、こちらをご覧いただきます。こちら現地昼の天候ですけれども、現在は曇っています。また時折雨という予報にもなっています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。北澤さん、442のシステムで今日来ているんですが、ツートップです。これは監督何を期待するんでしょうか。そうですね、まあ、ツートップだけで点が取れるということですよね、うん、2人だとうまく起点になって、もう1人がこううまくそれにサポートしながら突破できるという形を作れればという狙いはありますよね、うん、このツートップの機能なんですけれども、それぞれにどういう役割、理解、戦術理解、これ期待するんですか。そうですね、今日の場合でいうと1人ターゲットになってますので、はい、で1人シャドウで動けると思うので、非常にこう2人でも攻めていけるんじゃないかなと思いますけどね、はい、トップが競った後のこぼれ球をその選手が拾うことによってチャンスが作れるという狙いがありますよね、はい、キックオフ、鹿島対浦和、右サイド上がっていく、ここで丁寧にボールを扱う、上げる、仕掛けるか、どうだ、さあ一気にカウンター、中上げる、フリーで受ける、収まった、フリーだ、止めた、いやいや、ナイスセーブ、いや今のは決められてもおかしくないですよね、ファインセーブですね。このピンチよく防ぎました。いけるか、シュート、うわー、これはよく止めてきた、狙いしました、ロングフィードで狙う、素晴らしいパス、シュート、触れた、さあどうだ、鈴木クリア、このピンチをなんとか出します。さあここでカウンター、スペースを狙う、クリーだ、打った、これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、得意の形でしたし、相手もついてこれなかったですからね、チームとしてのストロングポイントで奪ったゴールですからね、これは自信深まりますよね。先制ゴールを決めました、1対0、仕掛けるタイミングを図る、中で味方の選手が待っている、中へのクロス、あ、止めた、うわ、ピンポイントで合わせてきます、抜ければチャンス、原口抜けてくる、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。鹿島いい位置でフリーでしたからね、ここは決めて、小山、これはチャンスだ、シュート、うわ、素晴らしいグランダー製のシュート、枠には行きませんでしたけどもね、低くて鋭いいいシュートでしたね。を狙っていきます、いいとこ入りますよ、来た、ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。
一度頭で合わせてきましたね。浦和決定的なチャンスを収めることができませんでした。ふわっと裏を狙う、フリーで受けるシュート、いやーどうか。ここでスコアを同点にします。いいですね、熱い一発になりそうですね。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。浦和同点に持ち込みました。さあどうする、ここで受けるシュート、ダニーロ勝負のシーン、シュート、まずダニーロ。前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。見応えのある好ゲームです。さあ後半キックオフです。大事に行きます。さあどうする、プレッシャー、ここでファールがありました。誰に当ててくるのか、それとも直接狙うという手もあります。直接スター、勝ち越し、素晴らしいゴールでしたね。ゲームをひっくり返します。直接ゴールに叩き込みました。この辺をきっちり決めてくるっていうね、チームにとっても監督にとっても非常に頼りになりますよね。勝利に向けて1本抜け出しました。うまいですね。投げる中央へ、シュート、なんと止めた。浦和としては先ほどから守備の際ディフェンダー一人一人がシュート、惜しい。浦和ここで選手を変えるようです。ダニーロ仕掛けるか、さあどこに出してくる、鹿島ここでファールをもらいます。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。幸運によっての流れ変わるかもしれませんよね。鹿島ここで選手を変えます。触れたい、激しいボールの奪い合い、ここでファウルがありました。こういうとこ大事になってくるんですよね。いけるか、フリヘッド、裏へ届くか、クロスを上げる、ヘディング来た。これで差は2ゴールになりました。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。ボディバランスですよね。体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、これがゴールを生み出しましたよね。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いやー、この采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。2点差にリードを広げてリスタートです。演出できるか、
中央へ折り返し、止めてさあ、ともに選手交代があるようです。さあ、中央へどうする、シュート、来たか、自分で行く、来た、シュート、うわ、まだある、パスのあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。鈴木、サイドを縦に走らせます。もういいですね、ボールが上がる、決めた、さらに突き放します。これで3ゴール差。クロスを頭で流し込んだ、いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。今日2点目です。3点リード、鹿島、最後の交代枠を使います。裏を狙う、いいボールだ、来た、小笠原、緩く狙ったボール、さあカウンターを仕掛けます。さあどこに出してくる、さあ時間がないところ、フリーキックに変わります。増田、さあどうする、このボールに触ります。井の葉、笛です。4対1、鹿島無念の逆転負け、敗れました。